はい、えー、じゃあ気になる男の113話、補足動画になります。えっ、ー、とね、タカさんは動画を送ってくださるのと同時にメールの方もくだってるんですよね。まあ、その中から収益コーナーのー発送がありました。で収益コーナーのサンプルができたらお送りいただけるってことなんで、さっきメールが来ましてね、多分それに収益コーナーの件が入ってるんだと思います。であのー ずっとタカさんがね、もしかしたら YouTube 活動一人でやってきたのかもしれませんけども、あるきっかけをターンを発してですね、私とのこういうふうなキャッチボールをしたりとか、相川さんとの動画のやり取りが生まれたりとか、おかえりさんとの交流が生まれたりとかって、YouTuber 同士、お互い様々っていうのが、本当にありますよね。これが、だから、デジタルっていうバーチャルの空間でリアルが起きてるんですよ。だって、動画の向こうには確実に生活している人がいて、 タカさんと交流している人がいて、そして私も交流している人で固まってるわけなんですよ。ではここにはですね、メタバースっていう空間ができているということなんですよ。メタバースって必ずしも複雑なブロックチェーンの技術を扱ってるものではなくって、別にこうやってね、YouTube でキャッチボールをすれば生まれるわけじゃないですか。その中でもしかしたら私とタカさんの中で相川さんやおかえりさんの話題が出てくるかもしれない。それはお互いに存在している人だからなんですよね。でも不思議なことに、 私たちが住んでいる近所、お隣には、またそこにも人がいるんですよ。でもその隣、5メートル先、10メートル先の人とは、ほとんど会話がない。もしくは一緒にお茶を飲んだこともないような関係だと思うんですよ。よく人は言います。そんなね、直接会ったこともないような、顔も見えないような人とは信用できないですよね。交流が図れないですねって言いますけど、どうですかね。逆じゃないですか。近所に住んでいる人とどのぐらい交流してるんですか。 顔も見えないい人に対してて信頼を抱いてますかむしろ警戒してるんじゃないですかそう考えていくとそのお隣さんご近所紛争っていうのがあったりとかね最近では公園で騒いでる子供が気に入らないって言って張り紙に公園で騒がないことみたいな、ね、大声出さないことみたいなとんちんかなねなんかレッテルを貼る人もいますよねまた公園のありようも変わってきました公園は子供たちが遊ぶために遊具が置いてあったはずなんですけども最近は遊具を撤去して グランドゴルフをやるみたいなね、ご老人の集いの場になっちゃったんですよでもそのご老人も昔は公園を自由に駆け回ったはずなんですよでその人たちが実際年を取ると今度は自分たちの住みよいように公園を作り変えてしまったわけなんですよね現代の子供たちっていうのは住みに追えられて非常に気の毒な分があるかもしれないですね当然そうなると狭い部屋の中でスマホゲームをするようになりますよだって公園は老人が使ってて使わせてくれないんだもん そういうふうな理屈もわからないでもないかなと思っちゃうわけなんですよねちょっと話が横にそれましたけどもタカさんからの動画それからメールをいただきながらね私も非常に考えるところが多くってその考えたことをすぐに動画にするんでこれが新しい価値提供にもなるのかなと思いますしまあ何よりもね自分という人間に対する価値提供になってるんですよ世の中の多くの人は他人です自分以外は全員他人です他人じゃない関係があるとしたらそれは家族ぐらいになってくると思います その次に YouTuber 同士という関わりなのかなと思います。視聴者さんもそうですしね。そうなってくると、一体誰の顔色を見ればいいのかなっていうのは、見ず知らずのどっかにいる世間とか他人ではなくて、直接自分との関わりを大切にしてくれる人の考えを尊重すればいいのかなっていうふうな、ミニマムなね、大切さになってくるんじゃないかなと思います。でもそれですら、知恵を使わなければ、配慮しなければ扱いきれないんですよ。 間違いいもすすると思いますしちょっとした言葉の掛け違いで悪い印象を植え付けちゃうのかもしれませんでも普段の付き合いがしっかりしていれば何かの間違いだよねと気にしないでおこうっていうふうにお互いに思えるはずなんですよその先にあるのが信頼であり友情でありかけがえのないそんな関わりなのかなと思っちゃいますよねはいえそして通常のルーティーンとなっている気になるとこシリーズもセールスコミュニティでねやっていただきました今回私の気になるとこシリーズでも結局は最後にタカさんの こののの週間の3000のコースをねプッシュするようなな内容になってます通常でしたら、私の30万の FX オリガルヒとかね、そっか軸ってものをセールスしてもいいんですけども、今回、ちょっとタカさんをね、どこまでティーアップできるのかなと。そして、それに対してタカさんがどのぐらい自分の商品の紹介を実際にしていただけるのかなと。要するに、タカさんの商品の紹介をしなければ、どっかでね、セールスをポンというふうに投げたところで、なかなかね、あのー、感じていただけないと思うんですよ。で、まあ、ですんでこのこ辺は 今回は「気になる男」シリーズのこの時間をお借りしまして2週間3000コースの内容をちょっとお話しようかと思いますみたいなことをやってもいいと思いますよ。「気になる男」シリーズが好きで見てる方は当然そちらの方も好意を持って「あこれセールスだよ!」って言うんじゃなくって「何々どんな商品なの?」3000だったらいいよね」みたいな感じで好意を持って見てくれると思いますんでね。えー、そういうふうな形を作ることがいわゆる動画を温めておく視聴者さんを温めておくっていうふうなまあ,あやりとりだったと思うんでね。 もういつでもやっていただければと思います。で、非常にいい感じになってきますので、成立することにも違和感もないですし、かタカさんが YouTube で暮らしてるってことは、YouTube で商品売りますよって前提じゃないですか。じゃあ、その前提を込みで、この気になるとこシリーズ見てるんで、これいく、いつね、成立があっても全然おかしくないですよ。むしろ、成立があることに嫌悪感を出す人っていうのはあの、自分でそのビジネスができないってことですからね。だって、商品は必ず売らないといけないんですよ。だって、お金くれないでしょ、商品出さないと。 ってことは稼ごうと思ったらイコール商品売りましょうってことであり目の前の人にお金くださいっていうことの連続なんですよでお金をくださいっていうことにもしね引け目があるとしたら商品のレベルが自分で低いってことを認めてるってことなんですよだから自分のサービスを受けなかったら本当になんかこうもったいないですよっていうところまで自分のね情報価値これを高めていけばいい話なんですよね まあ、ここにも書いてますけども価格云んぬよりともかく自分がいいと思ったものを進めてみるってことが大事なんではないかなってことですよねはいそれじゃ補足動画の1本目はこれで終わりますもう1本動画送られてきてるみたいなんでそちらを見たらねまた補足動画のパート2ができるかもしれません一旦ここで切らせていただきますお疲れ様でしたありがとうございました